買ってみても490円でも味噌汁つかない。例えば牛丼大盛り頼んだら480円でも味噌汁つかない。帰りにかくつけてカモミルティーなんか飲んだら490円でも味噌汁つかない。が売りは学生も家族も基本料は490円でも味噌汁つかない。次に生まれるなら味噌汁になりたい。主役を脇で支える味噌汁になりたい。でも味噌汁はおかわりにできるけど私におかわりなどいない。私は味噌汁になれない。競馬でも京都新聞買ったら450円、もう馬券も買えない。タバコ一箱に発泡酒一本で430円、競馬場にも行けない。週刊誌買って缶コーヒーまで買ったら450円、すでに馬券は買えない。 DVD 新作一泊借りたら400円馬券買いでも当たるとはとて思えない。次に生まれるなら病そばになりたい。遠い夢を走り抜ける、病そばになりたい。でも強い馬なら主馬になれるけど弱気には何にもなれぬ。私は主馬にもなれない。海が見たくて横浜まで出かけたら450円帰ってこられない。中央線なら武蔵小げない450円山は見えても帰ってこられない。京成上野から三もみまで行っても470円、でも三もみで何をする。小田急線なら海老名まで出かけて480円、これも帰っちゃ来られない。次に生まれるなら帰ってくるものになりたい。春になれば帰ってゆく終わった鳥のように。でも正直の言われに焼き鳥は絶対欠かせないから、私は鳥にはなりたくない。次に生まれるなら入ってくるものになりたい。どんなに遠くかでも犬がいい、そうだ犬がいい。
Oh,